ただいまの時刻夜の8時を回りましたスマートフォンやパソコンそして片町のビッグビジョンでご覧になっている皆さんこんばんはこんばんははい片町スクランブルナイトの時間がやってまいりましたということで今月も司会の加藤豊ですアシスタントの木村美里ですはいよろしくお願いしますよろしくお願いします木村さんお久しぶりお久しぶりですね2ヶ月3ヶ月ぶりそうです、ね、になりますか年内にご挨拶できてよかったですよかったです <laughs> 滑り込みで <laughs> ねえでもどうですかもうねあの2022年も、うん 終わりを迎えようとしている、うん、そしてもクリスマスムード真っ只中のそうです、ね、昨今ですけれども、はい、どうですか木村さんはいや2022年はよさこいに燃えた年でしたねだって、えっと、始めたのもだって久しぶりに再会したのも今年だったででしょそうです4月にイベントでまたよさこいに出会って、うん、あまたやりたいと思ってチームに入って、うん、もう一昨との大会で念願の大賞演舞をすることができて。素晴らしい 頂点に立った。はい。おお<ー>。夢が叶いました。え、んでも、うん、どどれぐらいぶりだったの？もうよさこいに。もう十七年ぶりとかですかね。ほお<う>。小学生の頃にやったっきり離れてたんですけど。え、それで久しぶりに踊って。うんうんうん すぐ感覚って戻子どもの頃にやってた振りのレベルとも全然違いますし <laughs> はい、はい、今年頑張った振りっていうのも両手に戦争を持って踊ってたんですけど戦争、うん、を持って踊るっていうのも今回初めてで、うん、あの持ち方から分かりませんみたいな状態からそこから、はい、そこからでもセンターに立って対象を取りすごいね、うん、すごいね。すごいね 頑張りました <laughs>。ね、この頑張りがね、伺えるんじゃないかなっていう、そんなエピソードでしたけれども。じゃあ、そうか、今年はもうよさこいに始まり、よさこいに終わっていって。そうですね。っていう感じ。はい。加藤さんはどんな一年でしたか。今年は、もう喋り倒した一年。喋り倒した。特にスポーツ関係多かったんですけど、<laughs> あ<ー>まあ、やっぱり今ね、ワールドカップ盛り上がってますけれども。うん、ね、あの、来年はバスケットボールのワールドカップが。 日本ででもあるのそこでなんとかね中継に食い込めないかなと軽く思ってはいるんですけど思ってるだけではなかなかね実現はしないかなという感じでも今お隣富山県のチームの方で中継の実況だったりとかありの MC だったりとかやらせてもらってるんですけれどもやっぱスポーツは楽しいね燃えますね感動するし熱くなるしあと「スラムダンク最近だと最近は「スラムダンクあの僕通ってた学校が「スラムダンクに出てくる 学校でもあったので、<ー>はい、モデルになっている学校でもあったので、あ,あ、そうなん、ね、そんなのもありまして、うん、まあ、その話をすり出すとこれね時間がね足りなくなってしまいますで <laughs> いので、はい、あのスクランブルナイトの方に移っていきたいと思いますけれども、はいうん、毎月一回ですね、ここ片町キララの中にありますソーシャルメディアスタジオからこの片町の最新情報を配信しているのがこの番組片町スクランブルナイトでございます。改めて視聴方法をちょっとご紹介しておきましょうか。はい、はい、今だと YouTube ですね。うん、YouTube の片町商店街の えー、チャンネルからご覧いただくか,、はいかえー、片町キララのオーロラビジョンか、はい、あとはあとあインスタライブは今日はしてるんですかね。ああのこの後このあと、はい、こインスタライブも配信するということで。はい。 担当でございますので。ぜひチェックいただきたいなと。ぜひご覧ください。いううに思います。<laughs> で、の、皆さんからのね、ツッコミコメント、うん、えハッシュタグ、金沢、片町、ツイッターでもオッケーですし。あの、ユーチューブの方のコメントも随時拾っていきたいと思います。インスタライブのコメントがなかなか拾えなくってね。そうですね。いつもいつも申し訳ないんですけれども。もうコメント、来てますねおう。ありがとうございます。いますはい。イルさん、こんばんはお。イルさん、いつもありがとう。 かがゆみさん、可愛い,い、私かな、ありがとうございます。いや、そうでしょうよ。<laughs> 加藤さんかな。私じゃないな。ありがとうございます。<laughs> ああ大賞おめでとうありがとうございますねあ木村さんのね、えーうん、ボタンの一番上のところがねちゃん、ねはい、雪の結晶なんですよあありがとうございますボタン一つ一つ違うんですよあ一つ一つ違うんだそうなんですよね一個だけ上のやつが雪の結晶なのかと思ったら、はいうん、ね冬バージョンできましたよクリスマスカラーでね可愛 <laughs> らしい感じですけれどもはい今日はねこんなクリスマスモードでお送りしていきたいと思います、はい、であのこちらの番組ですけれども新型コロナウイルスのこの感染防止策しっかり講じた上で 配信を行っております飛沫を防ぐためのこのビニールシートであったりとかあとはスタジオの中も人数を減らして、ね、密にならないようにあとは換気常にこうドアを開けて換気に気をつけながら、えー、出演する皆さんはテレビの消毒検温しっかりしてますのでこちらご安心いたただきいいと思いますじゃあね、えー、今夜の内容をちょっとこうご紹介していきましょうか駆け足になります。けれどもはい、はい まずは占いのコーナーです、はい、占いの館千里岩降林坊店から人気の占い師さんをお迎えこの場で占いをしていただきます、はい、さて今日はどなたを占うんでしょうかお楽しみに、はい、8時5分ごろこの後すぐです、はい、そしてその後ですね25分ごろからはお昼の片町商会ということで年末年始とっておきの漆器使ってみませんか、うん、石田漆器店の店主にお話を伺います8時25分ごろです そして夜の片町紹介旬のフルーツを使ったカクテルやシめパフェが自慢のお店スイーツバージャムズのオーナーにお店のこだわりについて伺います8時40分頃ですはい、その後は片町テイクアウトということでお持ち帰り巻き寿司専門店、うん、寿司松葉屋、ね、この番組でも何度かピックアップしてますけれどもなんかね意外な好評スイーツテイクアウト <お>これをピックアップということで<ー>、はい、どんなスイーツかお楽しみに要チェックですよこれが9時頃になります、はい、さらにスタジオを飛び出して生中継するコーナー加藤豊と木村美里が師走の夜の片町からお届けする街中レポート9時15分ごろです。 最後はお昼の片町紹介、片町のメガネ屋さん、ホッタメガネ店のゴールドフィッターが、なんとバージョンアップしたという情報が入ってまいりました。ーーうん、一体どんな進化を遂げたのか、こちらも要チェックです。8えー、9時35分頃ということで、はい、今日も盛りだくさんでございます。ぜひぜひ皆さんも気になるところチェックいただきたい、それぞれの時間 アーカイブでまたね後ほども出てきますけれども、はい、リアルタイムでもアーカイブでも楽しんでいただければと思いますうん、うん、はいということでたくさんのコメントつぶやきもお待ちしております今日が112回目ワワンワンツーでございます <laughs> 片町スクランブルナイトこの後夜10時まで2時間ほどになりますけれどもよろしくお付き合いください